えー、中2の未来形、パート2をやっていきたいと思います、えー。今日は白熊くんです。じゃあ頑張ってやっていきましょう。えー、っと、前回は B-Going-To という、あらかじめ決まった未来のことを述べるための公文をやりました。今日はまあその場でこれやってみようかなとかいう、えー、決まってないぐらいその場で意思決定をした未来について話をしていきたいと思います。じゃあそれでは、えー、まず画面共有しますので。 待っててくださいね。えっと。よいしょ。少々待ちを。おなかなかいいですね。これって、昨日との先がいいかな。 しょそれでまずですが、えー、未来系の2番目として、will というものを使います。この will にはもともと名詞で意思という意味がありますので、まあ、そういう気持ちがあるよっていうような時に意思決定と言われるんですが、使いますね。だから be going to が、まあ前々から決まってたんだよっていうことに対し、will というのはその場で意思で決めた未来を表します。 例えば、電話がかかってきた後、まあ、今はスマホなんですけど、家庭にの、まあ、昔からある家庭の固定電話にかかってきたときに、私が電話に出ますよっていうのは、あらかじめ決まってたことじゃないので、I will answer the phone なんて言い方しますね。I will answer the phone。で、まあ、省略だと ILE って言い方がありまして、I will の省略を ILE って言うんですが、ILE 使う方が多いですかね。 そして will not 何々しないつもりだというものを短縮形に w o n っというのがあるんですが、これはあの発音が難しくて t できるだけ発音しない方がいいですね。あの want という欲しいというのと勘違いされることがあるので w o n という形で t はほとんど発音しないです。I won't talk about it という形でそのことについて話すつもりはないというような時にこういうふうに言いますね。w o n まあ、たここまでしゃべっておいてくださいね。あらら。そして続きまして、えー、っと、こっちですね。えー、でこっち側のこのウィルっていうのは実は未来形だけではなくて、 人に物をお願いするときとか何かをおすすめするときにもよく使う助動詞になります。助動詞は can とかと同じですね、えー。この未来形の次の単元が助動詞というかなりややこしい単元になるので、えー、その中の一つ、will に関してもう少し深掘りしてみましょう。will you で何々してくれませんかこれに please をつけて will you please という形だとより丁寧になりますね。will you please open the window みたいな形ね。で それの否定形で want you please とか want you 何々っていう形はこれも丁寧してくださいませんかっていう感じになりますかね。あと would you だと will の過去形を would って言うんですけど would you だともっと丁寧になりますね。would you drive me home? 家に送ってくださいませんかみたいなね。車で送ってくださいませんか ?would you drive me home? とかね。 でこういうように、will を使ってお願いをすること、will won't, would you, could you っていうのもあるんですけども、これはまあ英会話においてはかなりの頻度で使うので、覚えておいた方がいいですよねえ。未来系の will よりもこちらの方が使うことが多いと思います。何々してくれませんかと人にお願いするときに。で、あとはおすすめですね。これどう飲んでみない食べてみたい食べてみないっていうときに、will you have some bread? パンはいかがとか、あと、Would you like some tea? Would you like some coffee? とかね。まあ、How about? という言い方もあるんですけど、この Will you have? とか、Would you like? とかいう言い方を覚えとくといいですね。外人さんがうち,うちに来てちょっと遠慮してんなと思った時に、お茶でもどうとか、コーヒーあるのよどうとに Would you like some coffee? なんて言うと非常におしゃれですね。ということで、まあ、Will には、 えー、意思を表す未来今決めた未来とともに、えー、人に何かをお願いしたりとかあるいは人に何かをおすすめしたりとかする、えー、使い方もあるよと使い勝手がいいですね、えー、覚えていきましょうそれでは英作文の方をいつも通りやっていきますが初回では今回かなり難しいと思いますのでまあとにかく、えー、頑張って書いてみてください、えーまあ、1回目はできなくてもいいんです 2回目、3回目ぐらいできちんと書けるようになればいいなと思ってますので、まず、作文の方をやっていきましょうか。まず、いつも通り1から5までをやっていきましょうね。で、ここで一旦停止ボタンを押して、5個書いてみてください。 それでは始めてください。はい、書き終わりましたかそれでは引き続き6から10までですね。じゃあ一旦停止ボタンを押して書き始めてください。どうぞ。 はい。それでは、えっと、回答の方をやっていきましょうね、えー。回答の方をやっていきましょう。回答の方は、と、ちょっとお待ちくださいね。こまあ、最初からちょっと印刷したものを見せた方がいいですよね。 どうしましょうね少々お待ちを。どのくらいできてるかないっぱいできてるといいですけどね。はい、じゃあ行ってきましょうかね。まず、えっと、彼女に電話してみようっていうのはその場で決めたことなんで、I will call her now.I will call her now. あなたはそれを気に入るでしょう。気に入るって単語出てこなかったら好きになるでしょうというふうに考えておけば簡単でしたね。You like it. これ、えっと、日本だとプレゼントを渡すときに、えー、つまらないものですがとか言って渡すんですけど、つまらないものはくれなきゃいいのにと思うんですよ。向こうの人ってプレゼントを渡すときにこれきっと気に入ってくれると思うよっていう前向きな言い方で渡してくれるんですね。You like it. っていうようなときはプレゼントを渡すときに使うと覚えておいてくださいね。次、えー、Be late for で、えー、何々に遅刻するという意味があるので Can will be late for school と書いてあればいいですね。Can will be late for school。で、ただ、まああいつ今日ここに遅れていくんじゃねえぐらいだったら、um, He will be late だけでもいいですね。 でこれあらかじめ決まってないで、多分の水、の、まあ、水量というか想像で言うときにこういうふうに使いますねで。あらかじめ何か行事があって遅れてくるときがはっきりしているわけだった場合は、予定が入ってんで、Ken is going to be late for school と言えばいいですね。次、私の父はあす家にいないでしょう。My father won't be home tomorrow. ホームは家にという後、まあ、とか in の意にも含まれているので、my father won't be home tomorrow で,いいですね。won't stay home でもいいですね。won't stay home でもいいですね。次、どうか窓を開けてくれませんかどうかついているので、プリーズ入れるといいですね。will you please open the window?will you please open the window? という形で入れていけばいいでしょう。続いてですね、えパンはいかがですか ?will の方でやってみましょうかね。 Would you have some bread とかね。w o u l you have some bread という言い方をすればいいでしょうね。歯がはカタラなんだね。えー、bread ズにはならないでいいでしょうね。えー、7番。コーヒーはいかがですか。こっちの方が使うかもしれないですね。Would you like some coffee とかね。Would you like some tea とか。A coffee とか。A cup of coffee とかいう言い方でもいいですね。えー、Would you like some coffee というような形でいいでしょう。 次、8番は自分のつもりでね、気合で10時までに宿題やるぞとかね、いう気持ちなんで、I will 使ってみましょうね。I'll という単粛形で書いてますが、I will でももちろんですね。I'll finish my homework by 10何々までは by というでね、期限ですね。I will, I'll finish my homework by 10って書いてあればいいです。 次、明日雨が降るだろうねって、これまあなんとなく雲行き見ての想像なんで、これも will を使いましょう。天気天候は it から始まるということはもうお約束なんで、It will rain tomorrow.It will rain tomorrow.It will, tomorrow. will rain tomorrow ね。まあ,あ、これも、えー、天気予報とかでもほぼ確実に降水確率100%とかだったら、It is going to rain tomorrow でもいいですね。続きまして、ラストですね。 彼女はこのパーティーに来るつもりはないよって言ってるんですが、she will not come to this party tonight。単純形で she won't come to this party tonight。ということで、この won 使ってますね。she won't come to this party tonight。まあ、なんか嫌われたんでしょうね。えー、ということで、どうでしたかまあ、1回目で5問くらいできれば、残り5問は間違えたものをしっかりと音読しながら何度も書いてみてください。毎回言いますように音読はすごく大事ですし、 耳で覚えるということが大事ですし、えー、全部書けるようになるまで、やっぱり諦めないでチャレンジしてくださいね。なんとなく分かったではなくて、全問ちゃんと書ける。これによって単語も覚える、文の順番も覚える。いろんな意味があっての英作文なんで、この英作文主体にやっている動画ってなかなかないと思うんですけど、これ単元別の英作文を毎回ちゃんと10個なら10個書けるようになると、 最終的には長文読解がすごく早くなりますし、えー、自分で言いたいことを表すこともできるようになる記述力ですね。それから最終的には英会話でまんま使えますから、えー、会話力も上がるっていいことばっかりなので、特に英語苦手な子は、えー、めんどくさがらないで何回も動画を見て、何回もこの英作文の部分だけでもいいですからチャレンジしてみてください。えー、ということで今日はここまでになります。バイバイ。